この間ね、うちの学校で学習発表会っていうのがあったんですよ。ほうほうほう。まあまあそのお芝居みたいなことをやって、うん、父兄さんに発表するという場なんですけれども、ほうほう。でそれが2年に1度あるんですね、うん、でうちの下の子が2年生で上の子が6年生やから、うん、2年生4年生6年生の時にちょうどそれをすると。あで言うたら1年3年5年の時は何をするかというと作品展みたいなのを代わりにやってて、作った作品を見てもらうっていうのがあるんですよね。で普通に考えたら分かることなんですけれども、うん、その発表会の前の日にうちの兄ちゃんがね、これ1,2,4,6ですねやったら今の1年と3年と5年は何すんやろかって言い寄るんですよ。いやいやそやから 2,4,6 はお前らの年であって、で 1,3,5 の年もあって、でその人らは 2,4,6 が作品展やん。ああそうかってやっとく納得しよったんですけど、なんや頭の悪いやつなと思いながらね。まあまあそれはそれで置いときまして、とりあえず発表会を見に行こうということで、ね、見に行ったんですけど、でまあ言うたって30分の範囲で1年生から2年生、2年生から3年生というこの移動も含めての30分なんで、お芝居自体は大体20分ぐらい、であと5分ぐらいでちょっと 2,3 曲歌を歌ったりとかっていうのがあって、残り5分でチェンジするというのの繰り返しなんですけれども、で、まあ、2年生と6年生やから、うん、1年生は別に関係ないっちゃ関係ないんですけれども、うん、まあ、他のね、同級生の兄ちゃんの同級生の弟や妹とかが1年生に持ったりするので、うん、まあ、1年生から見ようかということで見に行ったんですよ、はあ、で体育館にね、はあ、こう1年生の親がまあほとんどですわ、うん、で見てて最後のになったら2年生の親が入ってきて入れ替わると、はあ、そういうことになるんですけれども、その1年生のねその知り合いのお父さんがねこう後ろの方でこうカメラを回してたんですよ、はあ、でまあ真ん中でこう立ってやることはいけないんです、当然後ろの方になるんですけれども、でこうずっとこの芝居の部分を撮ってて、で最後の方になったらこう2年生の親がこうずっとこう入れ替わりで入ってくるわけじゃないですか。でもう言うたって後ろの方でね、もうその1年生の親が一生懸命こうカメラ回してはんねんから静かにしときゃええのに、ベチャクチャベチャクチャ喋ろと。でこっちを撮りたいのにもうここの声しか入ってけえへんと、もう今の親はどういうこっちゃねんと、もう怒れら怒ったはってね、まあ確かにせやなと。で親がやっぱりしっかりせえへんかったら子供もしっかりせえへんのでね、その辺のところは親がしっかり見本見せてあげればええのになと思いながら、まあでも言うても他人事ですから、ああそうなんやと思いながら僕も後ろの方で見てたんですよ。で2年生が始まって前に行こうかなと思ったんですけど、うん、まあ後ろないしもう見えんこともないし、ええかと思って僕は後ろでこう座って見てたんですけど、こうちょっとなかなか下の後ろ舞台の下に立ってる時なんか見えにくかったんで、うん、ちょっと端っこに寄って、立ってみようと。でもう通路の方端っこの方に寄ってで立って見てたんですね。な後ろの方に今度おっちゃんとおじいちゃんとおばあちゃんみたいなのが来てはったから、うん、ちょっと僕もこっちにこう偏りながら、まあみんなで見やんとしゃあないわけですから譲り合いながらと思いながらこう見てたんですけども、この辺に座ってたそれもおばあさんですね、おばあちゃんやと思うんですけれども、座ってて見にくかったんか知らんけどパッと立ち寄るんですよ。で立ち寄るんはええんですけど、僕がこう舞台を見てるこの角度に立ち上がりおるんですよ。見えへんがなと、後ろ気使えよと。で見えへんからしゃあないからこっちに寄るじゃないですか、寄るとさっき立ってたおじいちゃんとおばあちゃんがこれまた見えへんようになるから、申し訳ないなと思いながらこう戻り持ってこう見たりとかしてて、もうなんでその辺の気は使われへんのやろうかと、もう大人やねんから人生長いこと僕より限ってはんねんからそこら辺の気は使おうよと思いながらも、まあしゃあないしこう我慢して見てて、で3年生からももう別にね今度はもう僕ら子供出てるわけじゃないんで、ちょっと座ってこう順番に見てたんですよね。で結局ねそのみんなでやることなんで、その主役のね子が3人ぐらい途中で入れ替わったりしてるわけですよ。で今までこの主役の女の子がえらい細かったのに次太なっとんでとか、いやこれは
はもうちょっと選び方あるんちゃうのと思ったんですけれども、やっぱりその生徒のね希望もあったりするんやろうし、まあまあそれはそれでしゃあないかと思いながら見てて、で言うたって3クラスある中でね、1学年3クラスある中で20分ぐらいの芝居をするんですから、うちの子も言うたって一言か二言ぐらいしかセリフあらへんし、うん、何言ってるか分からへんな、ちっちゃい声で喋りよるし、うん、どないやねんと思いながら、まあまあしゃあないわと思って見てたんですよ。でそれでもね、やっぱり1年生から6年生までやってる中で、1年生の方と比べて6年生はやっぱりしっかり演技もしてる子もおるし、ああやっぱ変わっていくもんやなと思いながらこう見てたんです、うん、でそれなりに泣かせる芝居もあったりとか、吉本新喜劇みたいな音楽鳴らしてギャグばっかりやってる学年もあったりとか、まあ、いろいろこう出し方もあって、もう面白かったんですけれども、ただそのミュージカル仕立てというか、やっぱこう歌も入れたりするので、うん、もうみんなでお芝居してみんなで歌ってって、まあ一番安いパターンっていうのが一番多かったんですよね。でそれはそれでまあ面白かったし良かったなと思ったんですけれども、まあ、間の悪いことにね、たまたまちょっと前にね、ちょっと知り合いの劇団の子が芝居やるから見に来てくれへんかって見に行ったんですよ。それが同じようなミュージカル仕立てやったんですよまあ比べるとね、当然まあ差出るし、こんなもんかなと思ってしまうんですけれども、子供やからしゃあないかと。でもっと言うと、その劇団見に行ったらもうちょっと前に今度宝塚も見に行ってるんですよそれと比べるとね、もう当然差はあって、まあ、うん、あかんなと思いながらも、まあまあそんな、まあ、子供やからと思いながらこう我慢じゃないですけど、やっぱりそれなりにこう見てたんですよ。で5年生ぐらいがやってる時にね、僕が後ろの方で見てても、後ろから2列目ぐらいのところにポッとずっともうそこに居座って見てたんですけれども、僕の後ろに座らはった夫婦がいてはって、でお芝居の途中から入ってきはって、うん、でその5年生の親なのかどうなのかもわからないんですけれども、はい、すごい残り10分ぐらいをじっと見てはって、でお芝居の部分だけ見て、で歌の部分はミントポッと出ていかはったんですけど、その時にこう10分ぐらいだけ見てね、なんやもう終わりかしょうもなって出ていきよったんですよいやいや確かにね、僕も言うてたみたいに、その宝塚と比べたらそれは当然しょうもないですよ。でも子供たちが一生懸命やってることやし、その親も来てるわけやから、思ってもそういうことを口に出すなよとお前の方がしょうもないじゃん、ほらおーと思って一瞬言うたろうかなと思ったんですけれども、やっぱ同じ学校やしね、これで揉めるとまた揉めたでややこしになるしそこはクッとこらえてもう帰ってきたんで、しゃあないんでここでちょっとぶつけさせてもらってちょっとストレス発散してもう楽になったかなと。ただほんまに子供たちがやってる子供たちのお芝居もプロじゃないんでね、その子役とかテレビに出てる人じゃないんで、子供たちの中では一生懸命やってたし、親見てもう他の親なんか感動してこうポロポロ泣いてるお母ちゃんもいてたぐらいですから、もうせめてね、そのもう思ってもしょうもなとかいうのを口に出すのだけはやめてください